はい、エンリケちゃんの店の件もお願いします。そうなんですよ。これもね、またやばいなと思って、もう日本どんだけやれてんのって話なんですけど、えー、エンリケちゃんが経営するね、シャンパンサロン、えー、バーエンリケっていうんですかね、エンリケっていうお店で、えー、これ結構これも前の話で、僕も当時タイムリーに話聞いてたんですけど、えー、店の手伝いをしながら、えー、お客さんとしていた、お客さんともしてきていた、まあ、えー、手伝い券、スタッフみたいな人がいたんですけど、その人がね、死んじゃったんですよ、お店の中で。 はい、これ結構有名な話でよくここまで逆に表に出,た出なかったなって話なんですけど、えー、亡くなっちゃいましたで、その原因が別に誰かを殺したとかじゃなくて、えー、大量にお酒を飲んだシャンパンかなんかを大量に乗って急飲んで急性アルコール中毒で運ばれて、えー、死んじゃったらしいんですけど、えーまあ、泥酔して倒れてる時に更衣室まで運ばれたらしいんですけど、まあ、閉店まで放置されちゃったらしいんですよねでそして結果、蓋を開げたら、えー、死んじゃっていたと。 でなんか顔面蒼白でもう脱噴していたような状況ですごく大変な状況だったらしいんですけどえまあこの僕はねこの事故はねあの本当に良くないしかわいそうだし残念なことなんだけどまあでもその急性アルコール中毒ってえっと周りも悪いけどやっぱ飲んだ本人もやっぱあの責任がないとは言えないですよ亡くな,っちゃいなくなっちゃってはいるんですけど本人がえ自主的に飲んだんだったら自発的に飲んだんだったらそれはまあ自己責任でしょっていう部分も正直あると思ってます、は。い うん、だって、ねあの、飲酒するかどうかっていうのは自分の意思だからえでも、何がダメだったかっていうとその後の対応がすごいダメだったと思っててえなんとエンリケさんは店の関係者に対してこの件について誰かにバラしたりとか、まあ、要は口外した場合は罰金を払うっていう誓約書にサインをさせてたらしいんですよでね、さらにです、ね、これが一番よくなかったのかなと思うんですけどその後その亡くなった直後にです、ね、なんと、ね、海外旅行に行っちゃったんですよね。はい もうそこはね、ちょっと、まあ、エンリケ知ってるから、さすがにね、あの守ってあげたいなと思うんだけど、さすがにちょっとこれ、かばいきれん、マジで。ちょっと申し訳なくて、かばいきれんけど、えー、人が亡くなった後に海外旅行がちょっとやばいと思うよな。人が亡くなった後に海外旅行行くのはちょっと違うでしょ。せめてそこは自粛しようよって僕はね、思いますよね。うん、思いますね、うん。だから、結局この一連の問題って、 あの危機管理能力が僕は足りないんじゃないかなと思ってて、えー、そもそもやっぱりその,、ねえー、とそ,の方その亡くなった方が倒れた時点でね、えー、具合悪いってなった時点でちゃんと病院救急車を呼んだり病院に連れてくべきだったと思うし、えー、もっともっとこう一歩二歩,二歩先の危機管理をしていけばこんなことにならなかったんじゃないかなと思うしその後の対応が致命的に悪かったねだってやっぱ人が亡くなってんのに海外旅行行ったらさもうそれさすがに誰もかばえんしょ。 さすがにこれは構えんよマジで、うん。って僕は思いますけどね。うん、これはね、さすがに自分だったらいかんと思うし、それで非難されてもしゃあないよね。えみきちゃんはね、そのキャバ嬢の時は伝説的なキャバ嬢でめちゃくちゃすごかったんですけど、そっから今事業いろいろやったりして頑張ってるんで、あの僕も何回も会ったことあるし、応援してあげたいけど、さすがにこれは申し訳ないけどわいいわ、構、う、えんわ、これは。うん で今はどういう状況かっていうと、まあ、そういうひ、ひんなバッシングを受けていて、そこに対して、えー、なんか法的措置を取るみたいな話でやってるらしいんですけど、やっぱね、あのー、見てる人は僕は見てると思うんで、うん、ちゃんとそういうことがあったときに公表するべきだったし、えー、そしたらまあ、あのー、まあ、世間の見方も違ったんじゃないかなって思います。はい <laughs> 香川照之さん、の件どう思いますかそう香川照之さんこれね、本当日本、今、めちゃくちゃ荒れてるなと思ったのが、えー、ともう3年前の話をこれ、知ってる人多いと思うんだけど、3年前に香川照之さん、俳優の香川照之さんが銀座のクラブに行きましたと、で銀座のクラブで、えー、キャバ嬢のブラジャーを剥ぎ取り,取りましたと、これもしょうもないね、お前ヘズマかよってぐらいしょうもないんですけど、はブラジャーを剥ぎ取って、仲間内4人で匂いを嗅ぎ、ひばな言葉を吐いたと。 そんなことやってんのって話ですよね。で、そしてね、まあ、無理やりそのキスをして、なんかこう、わいせつな声をした。そして、それを、なんと、なんとですよ。知人にビデオ通話でその様子をさらさらしいんですよ。で、その、それが今3年前に起きたことなんですけど、今大問題になっていて、大炎上してます。で、これは、えー、なんでね、そもそもこれ読んに出たかっていうと、え、実はですね、 2019年って言ったから2019年頃に、えー、そに働いていた女の人が銀座のクラブを相手取って銀座のクラブのママを相手取って損害賠償請求をしたんですよ。で結局その訴訟は取り下げられたんですけど今になってその裁判記録がマスコミによって引っ張り出されて明るみになりましたと。 でこれなんでそもそも香川さんじゃなくてその女の子はクラブのママに請求したかっていうとまあ、結局ねえっ、ー、とこれ一番悪いのはまあ、香川さんもめちゃくちゃ悪いしもうヘズマ通って話なんですよヘズマ通ってからひどいことやってるんですけど、えー、店もめちゃ悪いと思ってます店も悪いと思ってて、えー、銀座のクラブってママがいてママが絶対なんですよ。 ママの言うことが絶対みたいな感じになっててママに言われたことは絶対やらないといけないしママの言うことを聞かないといけないみたいな、まあ、しきたりがあるんですけど店がが止めなかったのが僕原因だと思うんですよねだってそれだけのことになってたらさ店の防衛だったりママが止めるって話なんだけどこれはもう僕の推測ですけど、まあ、結局その乗客だったりとかお金を落としてくれるお客さんには、えー、強く言えないのがまあ銀座の仕組みなんですよね。 で一方でその銀座ってすごくいいところは、えーとえー、銀座の人たちって、えーまあ、結構なんかいろんな芸能人とか、うん、まあ会社の重役さんとかいろんな人が飲みに来るわけじゃないですかで銀座の夜のお店のいいところって社会的地位の高い人やお金持ちが高いお金をたくさん払う代わりにその中で行われたことは絶対内密にするよっていう安心感があるから成り立ってたんですよ。 え僕もいろんな人見たことありますよ、もう香川さんぐらいやばい人はあんま見たことないですけど、本当、せきからやりしまくってる、しょうもないあの大物芸能人とか、まあ、あの一部上場企業の社長とか、もう何人も見たことあるけど、もうめちゃくちゃやりたいことやってますよ、あ金持ちって本当、しょうもねえな、下水なって思うようなことが結構、クラブの中では、まあ、みんながみんなじゃないけど、一部の人は、えー、やってたりします。 はい、それを公に出さないで暗黙の了解で大人の社交場として水に流すから、まあ、クラブっていう人気があったわけなんですよでもこういうことが明るみになっちゃうと銀座,に銀座っていうそのちっちゃいマーケットにも影響があると思っていて銀座のお店自体はお客さんを失うし銀座っていうものの品格が、ね、落ちてしまう可能性が高いと思うんですよ。うん だって、まあ、銀,銀座で、ねあのー、起きたことはもう一晩で水に流れるみたいなことがありますけども、えー、そういうことは,は全くなくてこうやって明るみになるんだったらうかうか飲みに行けないじゃないですか。まあ、とはいえですけどとはいえやっぱりこれやってることがやばくてさらにこのあと写真が流出したんですけど、えー、と銀座のママの顔をです、ねそのえー、香川照之さんがわしづかみにしてまるでこう半沢直樹の。えー 大和田ジョーム大和田って言うんですよねあの大きいって書いて和田って書いて大和田常務さながらのですねワンショット張りのねこんなすごい写真が流出しちゃったんですよ。でこれにはやっぱさすがにねもう一発でビジュアルで見てやべえやりすぎだろうとえこんな飲み方やばいだろうっていうもう誰でも分かるような写真だったんで、えーまあ、世の中も動いて、えー、大手の CMCM、まあ、トヨタさんとかね大手広告代理店が契約してたらしいんですけど、えー えーとそこと今ひともんじゃがあるらしくて違約金がなんか7億だか8億になるそうですさすがにねそれはもうほんとね土下座1万回ですよ土下座1万回しても許されないですよあんな写真はうんまあでもねでも僕ね必要額でもあると思っていてそういう銀座の街ってそういうやばいやつがさ 大和田常務みたいなさやべえやつがさ銀座に飲みに行くからさ、まあ、その街でさ鬱憤を晴らして、えー、もちろん被害者いるかもしれないけど、まあ、世の中には出てこなかったわけじゃないですか世の中に被害者は生まれなかったわけじゃないですかそういう人が行く場所がなくなっちゃうと今度はまあ普通のそこら辺の居酒屋とかよくわかんない飲み屋さんとかで同じようなことしちゃって一般の人が、ね、巻き込まれる可能性が僕はあると思うんですよね。う やっぱ酒癖って治んないんでね、酒癖ってね、治んないんで、まあ、あのそういう人たちが安心して飲める場所も、まあ、必要枠として必要なんじゃないかなとは、僕はね、思いますけどね、まあ、酒飲むなって話なんですけどね、そもそも、酒飲むなって言っても、そういうやつ飲むじゃないですか、絶対。絶対飲まないといけない、もうやってられないと思うんですよ、そういう人たちって。もう病気なんですよ、治んないと思うんですよ、僕は、そういうのって。というふうにね、はい、思います。はい